公州アジア大会陸上女子100メートルハードル決勝、1日、で、不正スタートのため失格となった中国の、ハードルの女神、エンニーの、今度は写真が物議を醸している。写真、猛抗議するクレーンニークレは決勝で明らかな不正スタート、フライング、押し、隣のヤラジ、インド、と共に失格を言い渡された。しかし、インド選手に釣られた、と猛抗議し、 二人とも再レースに出場。クレは2着、ヤラジは3着でフィニッシュしたが最終的にクレだけ失格が確定。ヤラジは繰り上がり銀メダルを獲得した。クレは他選手を巻き込むお騒がせにバッシングを浴び、SNS で謝罪した。そんな中、今度は後の写真が騒ぎとなっている。レース後、クレは同じ中国代表で金メダルに輝いたリンウェイと抱き合った。 互いをねぎらう美しい写真なのだが、台湾メディア、自由時報によると、中国国営の中国中央電子台、CCTV の公式ウェイー,ーで削除されたという。問題の写真は、林が番号6のゼッケンを、呉が番号4のゼッケンをそれぞれ腰につけ抱き合うもの。真横から撮影するとちょうど6と4が並び、64と目立つ形で並んでいる。自由時報は、 CCTV 公式ウェイボーは直ちに写真を削除し、ネットユーザーらは中国のインターネット検閲を嘲笑した。写真には中国が敏感な64の並びがあった、と報道。1989年6月4日の天安門事件以降、64は中国のインターネット上で非常にデリケートな内容だ。64が写る写真、映画、テレビ作品はすべて、ブロックされる危険がある。 偶然に写った法要写真も検閲で削除されたと説明した。後の一連の「不正スタート騒動」は大きく波紋を広げたが、今回ばかりはとばっちりと言えそうだ。